今回は名古屋栄駅周辺の再開発を見ていきたいと思います。こちらの青い8カ所の再開発場所を見ていきます。まずは丸江跡地西隣の敷地です。明治や丸善名古屋ビルなどがあった敷地です。現在はコインパーキングとして利用されています。こちらにリッツカールトが進出を検討との報道が出ましたが、続報はありません。超一等地なので、このままなのはもったいないですよね。同じ敷地を東側から見るとこんな感じです。リッツカールトンじゃないとしても何かしらの開発をしてほしいですよね。次はその隣にある丸江跡地です。食がテーマの地上3階建ての商業施設を建設中です。建設地を西側から見るとこんな感じです。3階建てのビルはあくまで暫定施設で、将来は広小路通りの北側のビルと合わせて一体開発を検討しています。敷地の北西側には地下街の入り口があります。当初は広小路通り南側の丸江跡地と北側の一体開発を予定してたんですよね。とりあえずその一体開発は行わず、丸江跡に暫定施設を作ることになりました。で、暫定施設の開業日も複数回延期されて、今は2022年2月以降とのことです。東隣は丸江が撤退したスカイルが建っています。丸江とデッキで繋がっていましたが撤去されました。丸江跡地を北東側から見るとこんな感じです。こちらも超一等地なので本格開発が待たれるところですね。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。丸江跡地を東側から見ます。南隣にはセントライズ栄というビルが建っています。2010年築のオフィスと店舗のビルです。仮称栄3丁目丸江跡地再開発計画という名称で工事をしています。広小路通りを挟んで一体開発の対象と言われていた北側のビルです。こちらとの一体開発が厳しいのであれば、冒頭の明治跡地と合わせてもいい気がしますね。もしかしたら広小路通りを挟みたい理由があるのかもしれないですね。それでは次の再開発を見に行きましょう。続いて三越の建て替えと栄広場の再開発を同時に見ていきましょう。どちらも着工してなくて、前回動画から変化がないので今回は軽く触れる程度にします。栄広場は地上36階建て約200メートルの複合ビルを建設します。2022年着工予定で2026年開業予定です。こちらが建設される建物のイメージです。建物は上からホテル、オフィス、シアター、商業となっています。で、栄広場の向かい側の三越も建て替えを計画しています。地上34階約180メートルの複合ビルを建設します。建て替え後のイメージはこんな感じになっています。で、かなり先なんですが2029年竣工予定です。こちらが現在の栄広場です。現在は自販機、看板、ベンチだけのシンプルな広場ですね。で、それの向かい側にある名古屋栄三越です。1954年築の老朽化した建物を超高層に建て替えます。コロナ禍で見直しなどの一部報道が出てるんですが、果たしてどうなるのでしょうか。奥にある松坂屋も再開発との報道が出ています。その動画は次の機会にしたいと思います。完成図を見た感じ、こちらの三井住友銀行の建物も栄広場の再開発に入るみたいですね。免疫中心だった高層ビルの建設。今度は栄が主役になっていきそうですね。
で、そして今回の動画で一番進んでいるのが中日ビルの建て替えです。久屋大通りの東側、広小路通りのすぐ南側にあります。広小路通りを挟んで建設地を北側から見ます。東隣は区役所が入る栄サンシティビルです。1991年築、地上18階、高さ77メートルと、まあ、そこそこ大きいですね。オフィスや店舗、区役所などからなるビルです。その隣で中日ビルが建て替え中です。旧中日ビルは1966年築、地上12階、高さ53メートル、延べ床面積6591平米です。新しい中日ビルは地上33階、高さ 158.77 メートルになります。仮称中日ビル建て替え計画です。建て替えで延べ床面積 1.3 倍、高さ 3.2 倍と大幅にアップします。西側から見るとこんな感じです。まだ囲いの外から見れるまでは育ってないですね。地下5階ですからね。まあ地下だからで結構時間かかりそうですからね。こちらが中日ビルの完成イメージです。上からホテル、オフィス、多目的ホール、店舗という順番になっています。ホテルはロイヤルパークホテルズ250室が入る予定です。敷地が広いので入り口が何箇所もありますね。隣の久屋大通駅や矢場町伏見駅には100メートル超えのビルがあるんですが、意外にも栄駅のすぐ近くでは100メートルを超えるビルはなかったんですよね。敷地の南西側です。なので栄駅が最寄りのビルでは100メートル超えの第1号となります。7階には周囲の街並みを見れる屋上の広場、600席の多目的ホールなども設けられます。南側から見るとこんな感じです。すごい数の重機が立ってますね。こちらが敷地の南東側です。2023年7月竣工、2024年春開業予定です。中日ビルの北東側に位置する3棟のビルを再開発が検討されています。3棟の一番南に立つ栄第一生命ビルです。地上9階、1972年築です。一番北の則武栄ビル、1973年築。真ん中の鹿島中央支店ビル、1988年築です。オアシスや愛知県美術館近くですね。3棟の敷地に地上20階、約4万平米、オフィス一部店舗のビルの建設を検討しています。2020年6月に発表されましたが、現状特に動きはないですね。第一生命、鹿島建設、則武3社のプロジェクトです。久屋大通公園、そのすぐ西側で解体工事が行われています。ルイ・ヴィトンのすぐ近くですね。画面右側の囲いの箇所がその現場です。旧名古屋市教育館の建物の解体中です。教育館は移転して現在東区の泉というところにあるみたいですね。より近くで見てみましょう。周囲には駐車場もあって一体的な再開発もありえそうですね。地下街の10番出口からすぐでかなり便利な場所です。解体中の建物の裏側です。解体の真っ只中ですね。正面からも見てみましょう。
跡地をどうするかなどの情報は特に出てきていません。東隣は小さなビルが建っています。この建物だけなら小規模なんですが、周囲の建物や駐車場を入れるとそこそこ大きな再開発地ができますね。正面から見るとこんな感じです。解体工事の期間は来年1月末までの予定です。1962年築です。60年近いビルだったわけですね。建物が少しだけ見えますね。西隣には2014年5月開業のユニゾイン名古屋栄です。まあ、このホテルは新しすぎるのでこのままだと思いますね。旧教育館取り壊し工事と書いてあります。そしてそのすぐ北西側で別の建設現場があります。こちらはカゴメ本社ビルの建て替えです。地上11階高さ 44.9 メートルのオフィスビルになり、5階までをカゴメが使用する予定です。こちらは新しい本社ビルのデザインです。建設地の南側です。6階以上はテナントが使用するとのことです。旧本社ビルはさっきの教育館と同じで1962年築だったんですね。2022年7月竣工予定です。今後も堺の各再開発の進捗状況を見ていきたいと思います。以上、堺駅周辺の再開発でした。ご視聴ありがとうございました。